山形でおすすめの蕎麦屋円蔵に行きました。あそこまで、そこが山寺です。今日はどれにしようかな。どれにしようかな。芋煮そばかやっぱり。バカ。芋煮そば。お蕎麦のトッピングを頼みました。大根おろしと納豆と山形のだす。山菜の天ぷら。干し油。あと何？ブルイとブルイ。こごみとかもあんのかな。すごい。天ぷら先に食べちゃおう。お塩が。うん。いい音だね。苦くて美味しい。いただき。美味しい。いただきつけさせていただきますね。はい。山形の芋煮。芋。こちらです。はい。おー、相当あるなこれ。で、縦に2人置いて、はいはいはい、だんだんテーブルに乗らなくなってきました。まだまだ来ます。ほが来ました。まずはわさびをそばに絡めると。そして何もつけずに食べると。うん、うまい。改めていただきます。美味しいね、こんにゃくも全然違うよね。大根おろし違うんだと思ってちょっとびっくり。おろしそば、うん、おだしもうまい。あ、美味しそう。食べる？いいね。うん。さらにますます乗らなくなってきました。芋煮に、ネギうま。ネギ天美味しいでしょ。うん。なんかね、すごい特別なネギらしいんだよ。甘い。芋煮にそばを入れて。うん。これはうまい。ゲソ店です。なんで山形ってさ、ゲソ店が蕎麦屋にあるんだろうね。そうだよね。他にある？仙台の蕎麦屋に行くと ゲソ店あるってあるんだけど。へぇ、ありますあります。でもあれなんか、でもよく見ると山形蕎麦って書いてるから山形仙台行くんですね。あれ、うん、このゲソ店文化不思議、ね、めっちゃ合うよね。サスティナブルカードを持ってきて、うん、いいわ、持ってないんだよね。なんかメゲソで売ってなかったからって、1枚ずつ、ね、ちょっと写真撮っていいって言ってたから。いや、もうそば餅揚げたやつですか？そうですよ、中にあんこ入れて、でそばで生地作ったものの中にあんこ入れて、それ揚げたそばまんじゅうです。ちょっと熱いので触らないように一呼吸いただいてください。一呼吸。そばクランブルを使ったチーズケーキ。これも美味しいんだよね。そばクランブル、そばブリュベ、カムも食べよう。美味しかった。塩梅が全部すごい。そばブリュベ、あっぱれ。うん、そばブリュベも香ばしくて美味しい。チーズケーキ。でもまこっちに合わせると思う。うんうん。美味しい。あ、来た。ダダチャ豆。ダダチャ豆の大福。大福。大福アイス。大
雪見大福じゃないか、うん、だだちゃん豆バージョン、おお、本気のやつ、人丹、はい、てかだだちゃん豆大福、アイス大福、だだちゃん豆、あ、これ面白かった、でもうますぎる、でしょ、まるでだだちゃん豆、これは絶対頼むって決めてたんだ、うんうん、もうこれさ、ダダちゃん豆の食べも止めた、ダダちゃん豆って頼んでなかったから、頼んでないよ、ミヒが止めたから、あ、じゃあこれで終わり、これとダダちゃん、あれだよ、そば団子、まだまだ来るね、デザートもまだまだ来る、うーん、じゃあそばを団子にしたやつです、そうです、こちらもあのそばの、あれそばがきみたいなやつ、そうです、そばがきですね、うーん、そばの身をこう細かくしたのと、うん、生地を練って、あとはお好きな薬味で、はい、美味しい、このそば屋さん、コーヒーも美味しくって、山形のスイカフェっていう美味しいコーヒー屋さんのコーヒーです。サイフォンで出してる。サイフォンコーヒー。うん、うん、うん、美味しい、たくさん食べました、仲間で本当に食べました、だいぶ食べました、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、お土産買いました、いえいえ、ありがとうございます、ちなみにここのお蕎麦の特徴は何ですか、はい、神奈川の大倉村の方から、契約農家、はい、佐藤さんという契約農家さんから切れさせていただいております、もがみませという原原種、公平を避けた、希少なお蕎麦を、はい、当社の方の自社製品させていただいて、おすごい、お客様のもとに提供させていただいております、ありがとうございます、どうもありがとうございました、また来ます、ありがとうございます、ということでめっちゃ美味しかった、山寺の円蔵でした。